えー、ブラックスクワットでね、最近の Windows アップデートで、あのー、なんか、画面がおかしくなる。ゲーム開始直後にね、画面が白くなるっていう人。えー、対処方法をね、ここに書いて、書いておきますって言ったら変化。動画にしました。まず、右クリック、ブラックスクワット右クリックで、プロパティを開く。んで、ここのね、ローカルファイルっていうタブを選んで、で、ローカルファイルを閲覧。ここを押します。したら、フォルダが出てくる。 で、その中のバイナリーってところをクリックしますと。バイナリーを開いて Win32 を開きます。はい、すると、ブラックスクワットゲームの Exe ファイルがあると。これを右クリックからのプロパティを開く。で、このタブ分中のね、互換性ってとこかな。この互換性ってとこで、この設定のとこにね、全画面表示の最適化を無効にする。これをつける。 でこれで適用して OK。これで OK です。これでね、ゲーム始まるときに白くならないんでね、皆さんも白くて困ってるっていう方は試してみてください。では。